21日ヤクルト戦、神宮に先発する d n a 系投手が警戒度を強めた、燕打線はここまで打率、得点、本塁打数いずれもリーグトップ、2試合の対戦で1勝1敗の助っ人左腕は、村上選手、オスナ選手はパワーもあるので、特に気をつけないといけない、いかに投げ切れるか、請球の部分が重要になってくると2試合の対戦でいずれも安打を打たれた中軸を封じて、4試合ぶりの2勝目を狙う。